学科とは、後期中等教育の過程において、専門教育を行っている学科のことである。法令においては、専門学科と略されることも多い。農業、工業、商業、水産など、職業教育に関する学科と、英語、国際、理数、音楽、美術、体育など、特定の普通科目を重点的に学習する学科とに分類される。専門教育を、 主とする学科の類型は、高等学校設置基準や特別支援学校の高等部の学科を定める省令に大まかに示されている。以前は国によって、高等学校学習指導要領に職業教育を主とする学科のうち標準的なものとして、具体的な学科が示されていたが、地域や学校の実情に応じた特色ある学科の設置が促されるように、 高等学校学習指導要領については2003年度の施行文から高等学校設置基準については2004年の改正から示されなくなった。なお、高等専門学校は5年制の高等教育機関であるため、この類型には含まれない。また、公の性質を持つ学校ではない専修学校の高等課程は強化、 科目の体系が異なるため、この類型とは異なる。高等学校学習指導要領においては、専門教育を主とする学科の各類型ごとに対応する専門教育に関する各教科に属する科目から、原則として全ての生徒に履修させる科目が指定されている。例えば、商業に関する学科については、ビジネス基礎及び課題研究が、 情報に関する学科については、情報産業と社会及び課題研究が指定されている。生徒は、専門教科の科目を25単位以上履修しなければならない。ただし、商業に関する学科では、外国語の科目を5単位まで含めることができる。また、その他の専門学科についても、普通科目の履修によって、専門科目を履修したのと同じ効果が認められる。 場合について5単位まで含めることができる。なお、複数の専門学科を設置している学校で自分の所属する学科以外の科目を一部選択できる総合選択制が敷かれている場合もある。普通科総合選択制とは異なる。通常の科目選択制のようにだけではなく、こともできる。専門学科は専門学科に分類される学科と その他の専門教育を行う学科に分類されると言われている。講義、教義は実際には使われていないが、解説のため区別するために用いるものとする。現代における両者の違いは、職業学科などにおいて実習を担任する、実習の免許状が授与されていること、生徒の就業体験などが文部科学省などによって強く進行されていることなどである。については、 普通科目のうち特定の分野、例えば国際、英語、理数、情報、芸術、体育について重点的に学習するものである。京都市立堀川高等学校探究学科群や大阪府立の分離学科など、大学、大学院、社会人へとつながる学問のやり方、探究の仕方などを学習する専門学科も登場している。 専門学科に分類される学科には、農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉に関する学科、理数、体育、音楽、美術、外国語、国際関係に関する学科、その他の学科がある。その他の学科以外については、学習指導要領に強化が定められている。専門学科に分類される学科の授業は、課題研究が課されるほか、 実習の時間が多く取り入れられる。学習指導要領によれば、授業時間の半分以上と定められている。そのため、実習助手や、実習教諭などの実習を担当する教員が、一定数以上いる。ただし、商業の場合は、実習助手を設置していないことが多い。英語に関する学科を除く。理数に関する学科については、野外実習、臨海実習のほか 実験の時間が十分に取られており、課題研究も課される。農業、工業、商業、水産に関する学科については、旧制実業学校の流れを、組新生高等学校が成立してからの伝統が、長い学科である。家庭、看護、情報、福祉は、後の時代になってから新設されたものである。また、平成16年に改正される前の高等学校、 設置基準には、校正に関する学科と、商船に関する学科が規定されていたが、校正に関する学科は、看護に関する学科や福祉に関する学科へ、商船に関する学科は、商船高等専門学校へ移行した。商船科、電波科は、高等専門学校制度の創設に伴い、高校の学科名としてはなくなったが、水産に関する学科には、公開教育や、 無線通信教育を行う高校がある。また、会員学校も高校卒業同等資格が得られるようになったため、かつての高校商船科に近い存在になっている。農業科、園芸科、畜産科、食品科学科、農業土木科、農業機械科、造園科、林業科、生活科学科、農業経済科、生物工学科などの学科がある。普通教科のほかに、 専門教科、農業を学習する。農業に関する学科を置く、高等学校は、農業高等学校、林業高等学校、農林高等学校などと呼ばれる。機械科、自動車科、造船科、電気科、電子科、情報技術科、建築科、設備工業科、土木科、地質工学科、科学工業科、科学工学科、食洗科,科学科、電子機械科。 材料技術科、セラミック科、セミ科、インテリア科、デザイン科、印刷科、薬業科、航空科など多数の学科がある。普通教科のほかに専門教科、工業を学習するほか、主に両学校で専門教科、印刷、クリーニングを学習することもある。工業に関する学科多く、高等学校は工業高等学校などと呼ばれるほか、 上述の農業に関する学科を合わせ持つ高等学校は農高校等学校などと呼ばれる商業科、流通経済科、国際経済科、会計科、情報処理科などの学科がある普通教科のほかに英語、国際関係学、法律、経済、簿記、プログラミングなどが含まれる専門教科、商業を学習するこれらは会計、マーケティングビジネス経済 ビジネス情報の4分野から構成され、1内市複数の分野を重点的に学習する。商業に関する学科を置く、高等学校は商業高等学校などと呼ばれるほか、上述の工業に関する学科を合わせ持つ、高等学校は商工高等学校などと呼ばれる。また近年では、英語の教科を増設したり、観光やサービスに関する教育を行ったり、 その他の科目を追加することも多く、非常に多岐にわたる。その一方で、ほとんどすべての学科で冒気と、情報処理の授業が行われている。海洋漁業科、水産食品科、資源増殖科、海洋工学科、情報通信科などの学科がある。普通教科のほかに、専門教科、水産を学習する。水産に関する学科を置く、高等学校は、 水産高等学校などと呼ばれている。家政科、被服科、食物科、保育科などの学科がある。普通教科のほかに、専門教科、家庭を学習する。食物科などでは調理師免許が取得できる。家庭に関する学科を置く、高等学校は、家庭高等学校、火星高等学校などと呼ばれる。看護科などの学科がある。普通教科のほかに、専門教科、 看護を学習する。衛生看護科は卒業すると、準看護師国家試験の受験資格が取得できる。さらに、看護学校に進学して2年間学び、看護師国家試験受験資格を取得する者も,も多い。看護に関する学科を置く、高等学校は、看護高等学校などと呼ばれる。近年、専攻科も含めた5年生の看護科とする学校が増えてきている。ただし、 高校卒業時には、循環護師国家主権受験資格は得られない。情報システム科、マルチメディア科などの学科がある。普通教科の他に、専門教科、情報を学習する。情報に関する学科を置く、高等学校は、情報高等学校などと呼ばれる。福祉科などの学科がある。普通教科の他に介護などを含む、専門教科、福祉を学習する。 介護福祉士を目指す学科と、いくつかの福祉の科目を履修し福祉系の上級学校へ進学を目指す学科がある。また、保育に関する専門科目を学習する学科もある。かつては、ほぼの資格の取得が可能であったが、制度が変更となり、現在は保育士の資格は取得できないため、大学、短期大学、専門学校に進学をしている。福祉に関する学科を 高等学校は、福祉高等学校などと呼ばれるほか、常実の看護に関する学科を合わせ持つ場合は、看護福祉高等学校などと呼ばれる。地域創造科、産業マネジメント科といった学科がある。農業や水産業及びそれらの加工や販売に関する事柄を一括して学ぶ。その他の専門学科には、理数、体育、音楽、美術、外国語、 国際関係に関する学科、その他の学科がある。体育、音楽、美術に関する学科は、都道府県に、おおむね一校以上設置されている。理数に関する学科の設置は、公立高校を中心に割合高いものの、東京都立、愛知県立、広島県の県市立の高校にないように地域によって、設置状況に、偏りがある。地域や資料によって、 扱いの違いが大きく、高等学校学習指導要領においては、外国語に関する学科及び国際関係に関する学科についての言及がなく、代わりに英語に関する学科についての記述がある。また、文部科学省の学校基本調査においては、すべてその他の専門教育を施す学科として一くくりになっている。理数科、数理科学科、総合科学科などの学科がある。 普通教科の他に、専門教科、理数を学習する。普通科が設置されている高校に併設されている場合が大多数を占め、生徒募集時に普通科との一括募集の上で2年次への、新旧時に所属学科を確定する形態をとる学校や2年新旧時に普通科との間で一部の生徒の転科を実施している学校もある。理系への進学者が多くを占めるが、 文系の学部へ進学する者もいる。そのため、選択科目で地理歴史を選択できるようにするなど文系への進学にも十分対応できる教育課程が組まれていることが多い。体育科、保健体育科、スポーツ科学科などの学科がある。普通教科のほかに、専門教科、体育を学習する。音楽科、芸術科などの学科がある。普通教科のほかに、 専門教科、音楽や、主に盲学校で開校される、専門教科、調律を学習する。また、ほとんどの場合において、科とは別に、副科として、ピアノを学習する。音楽に関する学科を置く、高等学校は、音楽高等学校などと呼ばれる。美術科、芸術科などの学科がある。普通教科の他に、専門教科、美術を学習する。 技術に関する学科と情実の音楽に関する学科を合わせ持つ高等学校は芸術高等学校などと呼ばれる。英語科、外国語科などの学科がある。普通教科のほかに専門教科、英語や外国語に関する学校設定教科を学習する。多くの学科では英語を重点的に学習する。さらに第二外国語としてドイツ語、フランス語、中国語、 韓国語、スペイン語などから一つ選択して学ぶところや、逆にそれらの言語を中心に学ぶ学科もある。国際科、国際教養科などの学科がある。普通教科のほかに、専門教科、英語や国際関係に関する学校設定教科を学習する。近年では、商業高等学校の学科にもこの要素が含まれる学科が登場している。 高等学校設置基準第6条2において、その他専門教育を施す学科として、適当な規模及び内容があると認められる学科と定義されているものに該当する。代表的なものとして、以下のものが挙げられる。舞台表現に関する学科舞台表現科、演劇科などの学科がある。普通教科のほかに、舞台表現に関する学校設定教科を学習する。 普通科が設置されている高校や、常実の芸術高等学校に併設されているケースがほとんどである。書道に関する学科書道科、芸術科などの学科がある。普通教科の他に書道に関する学校設定教科を学習する。こちらも普通科が設置されている高校や、常実の芸術高等学校に併設されているケースがほとんどである。観光。 地域振興に関する学科観光課、国際観光課、地域創生課などの学科がある。普通教科のほかに、観光や産業、あるいは学校のある地域の文化や地域課題等に関する学校設定教科を学習する。普通科が設置されている高校や商業高等学校に併設されているケースがほとんどである。観光についての学科は商業に関する学科として、 設置されていることもある。人文科学に関する学科人文科、国語科、伝統芸能科、歴史文化科などの学科がある。国語、地理歴史、公民など、普通科において文系に分類される科目を、学校設定科目などにより、重点的に学習する。普通科が設置されている高校に併設されているケースがほとんどである。探究活動を行う。 学科分理学科、人間探究科、自然探究科などの学科がある。生選した普通教科の履修、大学、大学院につながる学問のやり方の習得、課題研究や研究発表などの探究活動の重視を特徴としている。専門学科として、理数、英語及び学校設定教科の専門科目を25単位以上取得する。 普通科が設置されている高校に併設されているケースがほとんどである。特別支援学校の高等部の学科を定める省令に示されている学科の分類のうち、高等学校設置基準には示されていない学科の分類である。理療、理学療法利用、美容、歯科技工、産業一般に関する学科がある。これらの学科は特別支援学校で開設される教科である。 調律、保険理療理療理学療法印刷、利用、美容、クリーニング、歯科技工を受けて設けられている。このうち、調律、印刷、クリーニングの強化については、特別な強化に関する学科を設けずに、音楽、工業に関する学科に統合されている。それ以外の専門教科については、特別に次のように分類されている。 視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科とされている。理療科、保健理療科などの学科がある。普通教科のほかに、専門教科、保健理療、専門教科、理療を学習する。視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科とされている。理学療法科などがある。普通教科のほかに、専門教科、理学療法を学習する。 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科とされている。利用美容科、利用科、美容科などの学科がある。普通教科のほかに、専門教科、利用、美容を学習する。聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科とされている。歯科技工科などの学科がある。普通教科のほかに、専門教科、歯科技工を学習する。知的障害者、 死体不自由者または病弱者である生徒に対する教育を行う学科とされている。産業科、産業一般科などがある。京都市立堀川高等学校の探究学科群、京都市立西京高等学校のエンタープライジング科、京都府立佐賀野高等学校の京都コスモス科、岡山県高橋日清高等学校のビューティー科など、各学校、設置者の取り組みにより、 様々な学科が設置されている。また、岩倉高等学校の運輸科、昭和鉄道高等学校の鉄道科など、私立の鉄道系高等学校には独自性の強い職業学科がある。ありがとうございます。